昨日クリスマスで、あの今日クリスマスで、あの今日25日なんでね、あの昨日ちょっと、まあ、家でクリスマスパーティーみたいなのやったんですけど、クリスマスケーキちょっとね、あの食えなかったんで腹いっぱいになりすぎて、いや、あの今日12月25日昼間ですね。よし、はい、でちょっとね、これわざわざ昨日東京の方までね、買いに行った結構おしゃれなケーキ、なんだっけこれ、ちょっと待ってね、アトリエウルトラジャム、アトリエウルトラジャム、なんかサムネでちゃんとした写真とかで載ってるかもしれんけど、これね、なんかすごいおしゃれなね、ブツでね、ちょっとうまそうなんで、買ってください。はい、ということで、まあ、食いながら、まあ、ちょっと近況報告というか、まあ、雑談ですかね、雑談というか、まあ、一人語りだけどしていこうかなと思います。じゃあちょっとまあ早速ケーキをいきますか。こんな感じでね、何味なんだろうねこれね、味はちょっと、まあ、不明ですけど、ちょっとね、あのここに置いてあるね、欲しいものリストのね倉庫にちょっと、すいませんね、置かせていただきます。もう今日もね届いたのよ、あの25日だけど、昨日行ったと、今日もちょっとまだ届きました、アマゾンのね。毎回ね、届けに来るね、あのおっちゃん同じ人なのよ、もう顔見知りなんだけど、また来て今日も、いや楽しいね、毎日がね、毎日がねクリスマス、もうなんかまさに本当楽しい。でまた多分またたまったら、あのお正月にね、お年玉っていうことで、あの紹介するんで、ぜひですお待ちしております。下に多分欲しいものリスト貼っとくんで、待ってるよ。じゃあ食べます。うわ、おー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 おお、美味しい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 、美味しい、なんかあれだね、なんかあの見た目的に甘さすごい甘ったるい感じのね味かと思いきや、意外と甘さ控えめで、そういうことね、そっち系ね、なるほどなるほど、なんかなんて言えばいいんだこれ、まずこの上のクリーム色の部分がなんだろう、これなんて言ったら、ミルクティーみたいな味なのか。で中身もね、中身もなんかクリームとかそんななくて、チョコレートとかもそんななくて、まあ俺体鍛えてるからさ、筋トレ、まあ、最近またちょいちょい始めて、まあジムとか行ってないけど家の中でだけど、体鍛えてるからさ、やっぱ甘さ控えめは嬉しいね。これね、まあ、東京の方に買いに行ってさ、昨日24日まあ、夕方とか夜頃行ったんだけどさ、バカみたいに人いて都内ね、でサンタクロースの格好をしてる、なんて言えばいい、パフォーマーというか、まあなんかいるじゃない、まあ、渋谷とかさ、毎回そのハロウィンとか、まあ、クリスマスになると、まあ、なんかね、サンタの格好してる人とか、なんか、まあ、お祭り男がいるじゃないとかもいたりしてさ、あすごいなと。まあ、俺も、ね、何年か前にハロウィンの渋谷とか行ったりさ、ね、いろいろ、行ったことあるけど、まあ、今はもうなんか、そういうの行く気しないね、なんか、単純にまあ、めんどくさいし、なんかもういいかなっていう、もう、なんかね、行ってもなんか、別に面白くないし。いいかなって感じで、
人すごかったわ、うん、何なんだろうね、なんでそもそもなんでさハロウィーンとかクリスマスってだけでさあの渋谷とかに集まるんだろう。で関係ないじゃんね別に渋谷って。でなんか聖地でもないしさね、何なんだろうね、うん、ちょっとやめてほしいね、うん、こんな感じで、まあ、最近の、まあ、近況、うん、てか うまいな、なんかこれ下の方うまいぞ、下の方うまいぞ、この緑色のクリームなんだこれ、うまいや、うん、まあ最近ね、こう1、2ヶ月くらいかな、その昔の動画とか、昔上げてて消えちゃって、で今のチャンネルに上がってない動画とかを、まあ、ボンボンね、尺稼ぎね、まあ、12月とかね特に広告の単価高いんでね、あれ入れたんだけど、まあもうようやくね、ストックというか、うん、そういう過去動画の何だったの在庫がなくなってきたもうないかな、ほぼないんで、まあそろそろもう、さすがにね、昔の動画ばっか、ね、上げ続けてもね、あれかとも思うんで、そろそろもう新しい動画、うん、をこれから中心に上げていくって感じですね、うん、いやまあね、うん、そんな感じだね、特に何か言うことはないけど、うん、いやしかし欲しいものリスト本当にありがたいね、毎日ね、置き配に設定してるのよ、アマゾンの配達の設定で置き配っていう、まあピンポン鳴らさずに玄関の前に荷物置いててくださいみたいな、その方が楽だからさ、置き配に設定してるんだけど、まあ、うちのインターホンのモニターで、まあ、玄関の前の状況をさ見れるんだけど、それがね、楽しくて毎日ね朝起きて昼頃くらい、まあ、大体配達って多分10時とか11時くらいからじゃ始まるのって、だから毎朝起きて、まあ、昼頃になったらそのモニターでその置き配確認してみたいな、それは楽しいんだよな、うん、毎日がね、もう本当にさっきも言ったけど毎日がなんかもう誕生日とかクリスマスみたいな、楽しい本当、まあ別にそんなたくさん届くわけじゃないけども、その有名なね、なんか配信者とか VTuber とかの人たちみたいにたくさん、その人たちに比べたら全然大したことないけどねえ、それでも俺みたいな規模の YouTuber にしては、で今もう死んでるからさ俺、うん、本当にもうねクソみたいなね、クソつまらないね、生放送ねやりまくったりとか、クソみたいな動画出しまくった結果、もう死んでるから、再生回数とかね、その俺からしたら、いやよく来たなっていう、こんなに驚きだよ、ダブル驚きですよね、ほんと、まあ、随時ね、更新してるんで欲しいものリストの中身、うん、まあ何がどれだけ届いてもいいようなものしか入れてないけど、例えばティッシュとかトイレットペーパーってぶっちゃけいくら届いてもまあいいじゃん、まあそんな1000セットとか届いたらもう家の中パンクするから困るけど、まあ例えば10箱とか届いてもまあ置いとけるし、うん、歯磨き粉とかもさ別に何個届いたってさ結構あれ賞味期限とか別にないじゃん、ずっと使えるものでしょ歯磨き粉って、置いといてもだから、まあ何個届いてもいいようなものをね置いてるからいいんだけど、まあそれでもまあなんか、うん、ちょいちょい変えた方がね面白いかなっていうので、あとまあ勝手に昨日の動画でも言ったけど、まあなんか勝手になんかこれを捨てあげさんにあげたいんだっていう、クソみたいなもんは絶対受け取んないけど、これを捨てあげさんにあげたいんだみたいな感じで、リストに入ってないもの
多分遅れるんで、まあそんなの感じで、なんか面白いもん、でもね、こういうのありますよっていう人いたら、うん、まあ送ってもらえればね、なんかこれ面白そうってなったら動画で使うかもしれんし、あまりにもクソみたいなもんだったら、もうあの動画で触れずにね、もうあのブックオフとかに売りに行くんで、そこら辺気をつけろよ。でもクッキー、これ有名な多分お店なんだよな、うん、多分、うん、値段ね、いくらぐらいでしたっけ、4000か5000、まあ、普通か、普通だった、別に大したことなかった、な何切ってんだよ、どうしようもね、うん、まあ普通のクリスマスケーキでも、まあそれなりになんか有名っぽいんで、有名というか、なんつうの、うん、まあまあちょっと一味変わったお店みたいな、うん、そういうスーパーとかで売ってるただのなんかホールストロベリーが売ってるやつとかではないからさ、結構期待して買ったんだけどね、うん、うん、いいね、こういうのも、いや俺食うと、てかなんか甘いものとかさ、こう生クリームとかを食うとすぐになんかそのこのお腹の贅肉がさ、なんか急激に増える感覚ない、なんかよくあるんだけど、ポテチとかもそうだけど、なんかそういう脂質が多いものを食った瞬間、なんかここのお腹のこれね、これが増える感覚がしてね、あんま好きじゃないんだよな、まあ、でも俺別に筋トレしてるっつっても別にそんなね、ガチの人並みにやってるわけでもないし、別にね、そもそも俺みたいな、ね、才能ないやつが鍛えたところでたかが知れてるから、まあ健康維持みたいな感じでやってるだけだけど、うん、まあでもやっぱね、それでもやっぱ脂肪がつくというか、うん、甘いものを取りすぎるのはなんかちょっとね、気が引けちゃうな、うん、まあでもやっぱそのなんだろう、食事制限とかはあんまする気なくてね、まあする必要もないって言ったらあれだけど、そこまでそのボディービルダーやってるわけじゃないからね、美味しいものも食べて、でなおかつまあ適度に運動してっていうのがまあ一番なんか人生楽しいかなっていう、まあ我慢してね、食事制限して我慢してみたいな、それもまあそれで一つのやり方だけど、でチートデー作ってみたいなのあるけど、うん、俺はなんか目いっぱいね、人生を楽しんだ方がいいと思うんで、好きなものを食って、うん、別に酒とかタバコはやんないけど、好きなものを食って、うん、で、まあ、運動もしてみたいな、うん、感じですかね。いや、もう怖いな。人間ドック行ったことないんだけど、だから健康診断とかもほとんどもう、学生の時以来。で、まあ、学生の時の健康診断も、大したことやんないから、ちゃんとね、体を、見たことがないんだけど、来年あたりちょっと行こうかな、1回ぐらいね、人間ドックで行って、まあなんその結果みたいなのも公開できるもんな、公開するみたいな、そういうのやろうかな。でも嫌なんだよね、俺注射が苦手だからさ、血液取ったりとか、あとなんか絶食、10時間絶食して行かなきゃいけないみたいな、胃の検査とかさ、いろいろそういう制限があるからね、怖いなにね、うん、いやまあほんとね、健康というか体はもう一番の何ていうの、資本というか、もう何をやるにしてもね、健康じゃないとね、全て台無しなんで成り立たないんで、
やっぱり一番にね、投資するべき対象は自分の体、健康だと思うからね、まあ、そういうのがあって、それ中また筋トレ動画というか、筋トレ動画つか、まあ、よくね、インキャラフィットネスやってくださいっていうのは、キッズの子たちいるけど、まあ、インキャラフィットネスというか、まあ、別に俺が教えることっていうのも別にないから、まあ、なんかインキャラフィットネスとか言ってさ、やってたじゃん、なんか腕立てのやり方とか、なんか筋トレのやり方みたいな。まあ、それもそれでいいんだけど、別にその筋トレのやり方なんてさ、俺よりももっとムキムキのさ、ね、めちゃくちゃその実績のある人たちがさ、丁寧に分かりやすく他に YouTube で上げてるわけで、わざわざじゃあ俺が今更なんかね、筋トレのやり方を俺のチャンネルでやる必要あるのかなっていう。そもそも俺筋トレ別にその得意というか、詳しいわけじゃないから、そんな自己流で適当に調べたやつをやってるだけだからさ、だからまあ俺が教えてもなっていうのがあるから、まあ、インキャラフィットネスというか、なんか俺が適当にトレーニングするみたいな、なんか今いろいろまあ考えててさ、まあ、どんなのやろうかなっていう、まあなんだろう、自衛隊のテストとか、自衛隊のなんか体力テストみたいなのがあるんだよ、そういうののテストをやってみるとか、なんかいろいろ海外の、ね、軍隊の、まあトレーニングやったりみたいな、まあ、そういう系かな。別に俺が教えるとかはないから、うん、だからインキャラフィットネスというか、もう ただのインキャラ、うん、ただのインキャラが筋トレするみたいな感じになるかな、うん、だから、うん、ただのフィットネスだ、うん、そういう感じですかね。まあ特に話す内容考えてないんで、まあ、そうそう終わりますか。もう十分尺稼ぎできたから。じゃあクリスマスケーキ、うんうん、まあたまにはこういうのもいいよねっていう感じで、まあちょいちょい雑談動画というか、飯食ったり、あとはまあなんか料理作ったりとか、こういうね、緩いね、しょうもないクソ動画ちょいちょいまた上げてきますんで、よろしくお願いします。